なんとクラウン、製造中止になります。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、もう皆さん知られてる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、もう速報と言いますか、秘宝と言いますか、トヨタ自動車のクラウン、一度は皆さん聞いたことあると思います。知ってる方たくさんいらっしゃると思います。そのクラウンがですね、製造中止になります。で、実際のところですね、製造中止というよりはセダンの形を中止して SUV に代わり2022年に、販売されていくというようなニュースが今出回っています。それではですね、なぜ1995年の1月から2020年11月、今現在もなおも販売され続けているクラウンがそういう状況に陥ってしまったのか。まあ僕もですね、210系型クラウン後期を乗っていますし、同じクラウンを乗っている身として考えだったり、あとはね、まだ知らない方、この情報いると思ったので、そちらもですね、動画にしてまとめてお伝えできればなというふうに思い取りました。それではですね、皆さん製造中止というと何を思い浮かべますか？やっぱり売れなかったからとか、あとやっぱりね、その時代のニーズについていけなかったとか、まあ不要になったとか、まあいろいろあると思うんですけど、そこでね、ちょっと今回ニュースがやっぱね、参考にあるものがたくさん上がっていますので、その中のね、一部をお伝えしていきたいなというふうに思います。とあるニュースからはですね、今の現行型クラウン、2018年に登場した現行型クラウンですね、そちらですね、販売から約1ヶ月で目標4500台の7倍を見せる約3万台を受注するなど、好調なね、立ち上がりを見せていたそうです。ところがやっぱりね、まあ、今年に入りですね、やっぱコロナウイルスとか、やっぱちょっと誰もが予想もしなかった出来事が起きたじゃないですか。でもちろんね、コロナでやっぱ給料も下がっちゃった人とか、やっぱ不景気になってしまったと言ってもまあ過言ではないと思うんですよ。でやっぱその中でですね、また車を買おうって思う人っているかなっていうところもありますし、あとは例えばですけど、まあ、僕はですね、210系クラウンの後期を乗っているんですけど、これはですね、ドライブ企画かなんかでやった時にもお伝えしたんですけど、210系から220系クラウンに、まあ、試乗とかもして乗りたいかなって、わざわざ買い替えたいかな、追金出してまでまたこのクラウンに変えたいかなっていう風に思った時には答えはノーだったんですね。もちろん220系クラウンはもちろんクラウンっていう車種に変わりはありませんし、ディスるとか嫌いだとかそういうのではないんですけど、ただ単に乗り換えたいかなって思ったら、ちょっとそれはないなって思ったんですね。もちろん例えば僕が18型クラウンとか別な車種に乗ってたら、じゃあ現行って言って行ったかもしれないです。でもその1個前のクラウンで210系もだいぶ完成されてるなっていう風に僕の方では思うところがすごいあるんですね。3年間乗って故障もありませんし、もう不満っていうのも特にないですね。まあ、本当に強いてね、事細かく言えばターボ車なんですけど、やっぱ踏んだ時がやっぱ 2000cc なんでね、本当にちょっとレスポンスは悪いかなぐらいの感じはあるんですけど、でもいざ踏んで走り出したら別にそんなに悪い加速ではないんですね。全然逆にむしろ 2000cc でここまで出せんのかよっていうぐらいあるので、同じエンジンを使っていると思われるので、もちろんね、改良されてるかもしれませんし、220系クラウンに関しても不満とか一切ないですけど、ただやっぱり、ね、わざわざまたお金を出してまで買いたいかって言ったら、やっぱちょっとそこはねノーだったんですね。であとは今もうやっぱこれはニュースにもあったんですけど、やっぱアルファードとかはやっぱ好調すぎるのもありますし、アルファードの方がやっぱ需要があったりとか、あとやっぱ SUV がやっぱ最近もやっぱ人気はこれはもう隠せないですよね。例えばランボルギーニだってそうですし、ロールスロイス車だって SUV 車ラインナップされてますよね。っていう風に考えたら、トヨタもやっぱそこに一番のブランドであるクラウンを方向転換というかね、してきたのかなっていうところもあります。なんでやっぱり原因としてやっぱ売れてないのもぶっちゃけねあったり、最初は好調だったとはいえ、やっぱあの画面がね 2画面に分かれて後期に1画面になりましたけど、やっぱそういうのとか、あとそもそもがやっぱそんなにね、最初は良かったもののというかね、最初ってやっぱ絶対何やっても伸びる部分ってあるじゃないですか。でその後がなんか芳しくなかったのかもしれないですね。まあいわゆる売れなかったとか、トヨタのね思っている通りにいかなかったっていうところがもしかしたらあるのかもしれません。それは僕はですね、内部を知っているわけでもありませんので、あくまでも推測としてお話しするというところになります。なのでまあ一つ挙げられるとしたら、まあ売れなかったとか、あとはやっぱりその時代の変化ですかね。やっぱ SUV とかワゴンが、だいぶね人気というか需要が出てきてしまっているというところがあるんじゃないのかなというふうに思います。でプラスもう一個挙げるんだったら、僕としたらやっぱそのそこまで今の車ってやっぱ進化って思いっきりしてるわけではありませんので、やっぱねその些細な部分で買い替えるかって言ったら、やっぱそうではないのかもしれません。あとですね、この情報でお伝えするとすれば、僕は普段トレンドニュースとかあんまりやろうとは思わないんですけど、まあせっかくの機会なので、まあこの
この動画にですね、まあ、ちょっとねそのニュースから取り上げられる部分的な、大事な要素をね少しお伝えしていこうかなというふうに思います。まずですね、愛知県に拠点を置く、まあ、中日新聞というところがあるそうなんですけど、その会社がですね第一報をお伝えしているということで、まあ全くの事実無根ではないかなというところは考えられるそうです。あとですね、やっぱりあの偉い方とか、まあ、法人ですね、会社企業とかが、移動に使う際もですね、今までだったらやっぱりクラウンとかが、かなりねあのレクサスとか LS とかですね、まあやっぱりイメージされるんじゃないのかなと思うんですね。特にやっぱセンチュリーとかですが、やっぱり今ねアルファードとかにやっぱ需要がね向いてきているというところもこのニュースでね、取り上げられているところは一つあります。ということはやっぱセダンがねどうしてもやっぱり売れ行きが好調ではない、企業も選ばないようになってきたのかもしれません。あとですね、やっぱりハリアーやラブ4は、やっぱり好調な売れ行きを記録しているそうで、まあ、本来ですねクラウンが取り込みたかった、30代から40代というところのユーザーはもう SUV をね結構好んでいるという風な、ところがあって、まあ、それとかも、トヨタの方ではそのお客様何歳の年代の方が、どういう車を好んでいるかというところってやっぱり結構そこ知ってると知らないじゃ全然違うじゃないですか。なんでやっぱそういうところを把握して今回に至ったんじゃないのかなっていう部分も、書かれております。ただですね、今現在まだトヨタ自動車からの公式発表はないというふうに取り上げられているのもこれまた事実なんですね。なんでまあやっぱトヨタのですね上の方がやっぱりそんなのやめると不評すぎるっていうのがあったら、クラウンはそのまま今現在のままセダンの形をキープしつつ次の次世代モデルというふうになっていくのかもしれません。まあ、正直言ったらね、ここに付け加えると僕はクラウンもですね、まあ、セダンと SUV タイプをじゃあ販売すればいいんじゃないのっていうふうに思うんですけど、それはですね今の220系クラウンになるときに、いろいろあったアスリートだったりロイヤルだったりマジェスタを全部ねなくしてクラウン、そして RS とかそういうグレードにしてったので、もうそれはねやっぱり2種類ラインナップはちょっとやらないんじゃないのかなというところは、僕もね思っているんですけど、逆にそれはちょっと期待したい部分でもあるというところです。あとここまで正確なことは書いてないんですけど、少しね読んでいると思ったのが、例えばなんですけどレクサスとやっぱ被るからっていうところももしかしたらあるのかもしれません。やっぱ好調なですね売れ行きを保っているならまだしも、今回の売り上げが落ちたことによってレクサスには ES だったり GS はなくなっちゃいましたけど IS があったりするわけじゃないですか。まあただですね、ES にしたらちょっとクラウンにしたら高すぎるし、 IS にしたらちょっと狭すぎるんですよね。まあ ES にしたらですよ、価格が少し高すぎますし、かといってじゃあ IS にしたら値段はそうでもないかもしれないけど、今度じゃあ室内空間といったらやっぱちょっと狭くなるから、そこのところもどうなのかなって。だからクラウンは僕としてはすごいいい立ち位置の車ではあったんですよね。もう老舗トヨタの老舗ブランド的な感じで、ずっとね君臨していたモデルでもありますし、まあ、センチュリーはねやっぱちょっと別とさせてもらって、で別にレクサスにも負けを劣らないっていうか、クラウンはクラウンじゃないですか、 LS はあっても。なんでさ、やっぱそこのところはねちょっとクラウン、今回もったいないっていうか、本当にこれはトヨタからの公式発表があったらちょっと本当に残念だなっていうふうに思います。逆になんかね、これはですね雑誌とかでも取り上げられてたんですけど、まあ時期ね220系が終わって230かなんかその次世代クラウンはこんな感じだっていうのがね結構ね、まあ僕のあの勝手なね思い込みでいいんですけど、まああのロールスロイスの最近変わったゴーストのようなね、少しあのグリルが幅広くなってあんな感じになっているところもイメージ画像みたいな感じでCG ですねで出てたんで、おなんかかっこよさそうだなというふうに思って、やっぱね23型っていうかその次世代クラウンいいなみたいな感じで思っていたところはすごいあったんで、やっぱね今回のはねほんと公式発表があるまでわからないですけど、まあちょっとね残念な感じになるなっていうところはありました。で僕自身も先ほど言った通りドライブのねその動画で今のその220系型クラウンの次期モデル230になるかわからないですけど、それにねあの乗り換えようっていうことを喋っていたので、まあ、それ実際本当にするつもりだったので、ちょっとね予定が崩れるじゃないですけどどうしようかなっていうところはあります。まあなんで僕も SUV キャンプとかもやりますしいいのかなって。でもやっぱクラウンをやっぱ今好きな人が YouTube でも見てくれてるっていうのもあると思うんですね。まああとは洗車がいいとか、まああと何かな、まあわからないですけど、まあ、バイクなのかキャンプなのかわかんないですけど、そういうあたりをですね、まあ、見ていただいてるっていうところもあるので、なるべくはねクラウンも崩さないでいこうっていうところは僕の中であったんですね。まああわよくばジムニーとかもね
んかちょっと欲しいんで、まあ、買い足しとかでもよかったんですけど、なんでちょっとね、ほんとクラウンなくなるのは残念だなっていう感じですね。あとまあやっぱ時代の変化に伴って今後車業界もいろいろやっぱりね、これだけトップを走ってるトヨタがね、そういう作戦をコロコロ変えるっていうところまで、逆に言えばそういう状況になってるのかなっていうふうに考えるところもあるので、まあ皆さんもね、まあどう思うかは分かりませんが、まあ以上ね、ちょっと僕からそういうクラウンについて、今流れている情報を、お伝え少しでもねできたらなというふうに思います。あとですね、まあ気になる方っていうのは、まあ、僕だけの情報じゃなくて、やっぱそのねクラウン生産とかで、ググれば、たくさん出てきますので、まあそのですね、各ライターというんですかね、まあコピーライティングじゃないですけど、まあそういう方々が、いろいろね書いてらっしゃるニュースがありますので、ぜひねググってみていただけたらなというふうに思います。まあそれではですね、また次の、僕のねクラウンどうするかなっていう内容だったり、あとはちょっとねそういう公式発表が決まっちゃったりとか、新しいなんかね情報、これ皆さんにね、あのわざわざ動画にしてでも、提供したいなとか、伝える価値があるかなっていうところがあれば、またね動画にしてみたいなというふうに思います。それではですね、今回の動画以上になります。ぜひこの動画が良かったら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどよろしくお願いします。それではですね、今回もご視聴していただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。やっぱね、第一歩をお伝えしているということで、まあ間違いは、はい、山田と申します。はい。